では次いきますけど、はいはい、チャレンジしたのは、はい、研究会チャレンジしたのはまあ2年、研究会自体は2年前なんだけど、はい、その前からちょっとやってもらってはいましたけど、はい、まあ、最初ね、私がこういうコンセプトがあって、はい、やらないって何回か言ってたんだけど、はい、なんか全然反応しなかったよね、はい、すごい覚えてるんだけど、あの3回行ってようやくってことだったんだけれども、はい、ね、あの、いやいや聞いてたみたいな感じで、石川さん何言ってるのって、なんか最初何思ってたのか、なんかいろいろ話をすると、あのね、はい、名前くくっちゃったのをよく覚えてたんだけど、あの時の心境を教えてください。いや、その時はその企画自体はさすが石川さん面白いなと思ったんですよ。あ、それなんかネタになるなって、 PR パーソン的に、いや面白いのネタになるなと思ったんですけど、私には関係ないと思ったんですよ。あ、なぜ。そもそも PR すんばらも PR 広報マンって、私個人的にはなんですけども、まあ裏方だなと思ってて、で前に出るタイプじゃないよねと思ってたので、あ、まあ、私はどうでもいいわとかっていうふうに実は思ってたんですね。ありがちですね、ピアノパターン。確かに黒子ですよね、はい、そうですね、うん、なんかいつもみんな黒いのばっかり着てたりとかね、はい、黒黒っていう、そうですねそうそうですよね。ああ、そういうことがあったんですね、そうですね。でも変えたんですよね、はい、あのなんかこう奮起して、なんかある日突然ある日突然というか、ある日突然3回ぐらいというか、まあ、人ってね、あの1回聞いても何も伝わらないというか、ね、普通3回と言わなきゃいけないって、そうですね、はい、そうですね、はい、聞きます聞きます、はい、はい、うんうん、はい、それであの石川さんに、すごいから、いやいや、すごいから、まあ、あのそう言われて、まあ、やりやすいことやってみるってことが好きなんですよ。あ、うん、でそれで、まあ、そう、石川さんが、まあ、綺麗になられたっていうのもありますし、いや、なんかあるんだなと思って、思い出した、モテ期の話、それもするんですかみたいな、そう、そう、目の色が変わったなそれですか。それも一つの理由ではありますけど、はい、あの、うん、なので石川さんも同じように広報をやられてて、それでそれにチャレンジされて綺麗になられたので、うん、なんか関係あるのかなっていうふうに思ったっていう、ね、まあ、仕事でニーズがあったとかそういうことではなくて、そうですね、仕事ではやっぱりどちらかというとこう、あの、アドバイスする方になりますよね、うん、あ、それだとちょっと、あの、どうですかみたいなことは、でも自分のことは別に私は映るわけじゃないし大丈夫かなと思ってます、ね、でもあのやっぱり必要だなというふうに思ったのは、実はプライベートなところからってことですね。プライベート仕事というよりはちょっとそこは本気で、プライベート、まあそういう軽い気持ちもあったんですけども、うん、プライベートはですね、はい、うん、なんですけど、まあ、そうじゃなく、それもありますし、なので新しいことにチャレンジするっていうのもいいのかなと思って。決め手になったのは何ですか。決め手になったその、まあ、どうせ洋服買わなきゃいけないからとかそういうことですか。あ、そうですね、はい、決め手は、はい、これで別にこれでいいやと思ってたんですけども、あの他の人の目から見てっていうのは確かに広報的にはあの第三者の目からっていうのがあるので、うんうん、まあ、そういう体験してみるのもいいのかなって思った。なかなか本当は聞き出せないんだけどこの辺で勘弁してもらって。いや本当そうですよ、はい、じゃあ次いきますね